ご招待いただきまして、東京ビッグサイトで開催されたビューティーワールドジャパンに行ってきました。たくさんの企業が出展していて、もう全然見切れなかった。私が広告モデルを務めさせていただく、スキンケアブランドアクシージアさんのブースにも行ってきました。広くておしゃれなブースで、常に人がたくさんいて大人気でした。肌質診断ができるということだったので、私もやっていただきました。機械に顔を入れて数秒待つだけですぐに診断結果がわかるんだって。逆側には私の顔が表示されていて、これすごくない？診断中こっちの画面こんな風になってたんだなって、今見てすごいびっくりしてる。10秒くらい目をつぶっている間にすぐに診断は終わったよ。診断結果はこの画面に表示されるんだって。診断結果を待っている間、どういうことを診断していたのかっていうことなどを説明していただきました。シミとかシワとかニキビとかいろいろなことがわかるみたい。体質診断の結果ドキドキするな。この動画はマネージャーさんが撮ってくれてます。すごい優しくていいマネージャーさんです。診断結果が出ました。タブレットを見ながら今の肌の状態などを詳しく説明していただきました。一見お肌が綺麗でも実はシミが潜んでたりとか、あと小じわがいっぱいあったりとかするので、こういう肌診断で今の自分の肌の状態をちゃんと知ることって大事だなって思いました。ちなみに私はシミとかシワはまだ大丈夫そうだったんだけど、毛穴がちょっと気をつけた方がいいかなって感じだった。今現在のお肌の状態だけじゃなくて、このままいったら将来どういう風なお肌になるかっていうのも見れたんだけど、それがもうなんか恐ろしすぎました。もう今から本当に気をつけなきゃなって思った。最近は女性だけじゃなくて男性も美意識が高い方すごい多いので、なんかスキンケアとかすごい気になるんじゃないかなと思います。アクシージアさんのスキンケア商品は女性はもちろん男性にもすごいおすすめだよ。私は美容が大好きなので、自分のお肌の状態とかを知れてすごい楽しかった。すごく丁寧にご説明いただき、本当にありがとうございました。アクシージアさんの新ライン、ザ・ビーメゾンを使って、お家でもしっかりケアしていきたいなと思います。私はローションとエマルジョンを使ってるんだけど、ワンランクアップ上のお手入れっていう感じで、本当におすすめ。